ディ・ー・スナイダーはアメリカ合衆国出身のロックミュージシャン、ボーカリスト、俳優。同国のロックバンド、トゥイステッド・シスターのフロントマンとして知られる。グラムメタルにおけるメイクアップパフォーマーの先駆けでもあり、言動も含め強烈なインパクトを放った。ニューヨーク市のクイーンズ生まれ。父が裁判所機関、母が美術教師という中流家庭に育つ。 クリスチャンとして幼少の頃から地元の合唱団に所属し、高校時代にも携わった。高校卒業後ミュージシャンの道に進み、バンド活動を経験。1976年、まだ無名だったロックバンドトゥイステッドシスターに加入し、芸名も本名のダニエルから D と改めた。自身のソングライティングがバンドとマッチし、地元ニューヨークで開花する。 メイクアップ状態の i s t e イステッドシスターラストイヤー1980年代から女装のビジュアルを強調したグラムメタル、ヘアメタルの方向に進む。メジャーレーベルアトランティックレコードに所属しアルバムやシングルでメガヒットを記録。TV 出演などメディアの露出と連動した同期キャラクターで強烈なインパクトを放った。1987年にバンドを脱退しバーニー透明。 クライブバーラと結成したデスペラード元アリス・クーパーのアルピトレリラと結成したビドメイカーなどリーダーバンドを結成。1990年代からはソロ活動やタレント業に加え俳優も経験した。2000年初のソロアルバムネバーレット・ザ・バスターズ・ウェア・ユー・ダウンを発表。また2000年代には再始動したトゥイステッド・シスターに完全復帰し、業界からも レジェンドとしてリスペクトされる存在となる。2012年、12年ぶりのセカンドソロ、企画アルバム、リードーズブロードウェイをリリース。2016年、サードソロアルバム、We Are the Ones をリリース。同年を最後に、Twisted Sister の活動が終了。以降は、ソロ活動に専念している。2018年、ホースソロアルバム、f ー l ラ the Love of Metal をリリース。 同化スタイルを欠かさない D。ありがとうございます。